らっしゃいませ。 FM おとくに862、木曜午後8時半がやってまいりました。ここからはフットボールラウンジの時間です。お相手は籠信明です。今日も最後までよろしくお願いいたします。さて、今週の番組ですけれども、特集するのは先週末行われましたレイラック滋賀 FC 対 FC ティアモ枚方の関西ダービーお届けをいたします。 JFL ももう残り2試合となりまして、先週末の段階で2試合となりまして、レイラック滋賀 FC は J リーグへの昇格権が獲得できるかもしれないという、その条件の最低限のところで2位以内というのがあるんですけれども、2位なら入れ替え戦に進むことができると、そういう中で迎えた残り2試合、そして関西ダービーということで19日本当に素晴らしい試合になりました。もう結果言ってるようなもんですけどね。ということで今週はレイラック滋賀 FC 対 FC ティアモ枚方の特集、そして菊池監督、平井俊介選手、大垣勇気選手、この3名のインタビューをお届けをいたします。ということで最後まで28分お聞きください。フットボールラウンジキックオフです。ピックアップ関西サッカー、ピックアップ関西サッカーのコーナーです。今回特集するのは19日に行われましたレイラック滋賀 FC 対 FC ティアモ枚方。試合前の段階で残りは2試合、レイラック滋賀 FC は3位、2位のソニー仙台 FC までは勝ち点3の差で、得失点差はマイナス2ということで、まあ残り2試合でここをひっくり返さないといけない。なぜなら2位というのが J リーグ参入するための条件の一つでもあるからです。2位に入れば入れ替え戦に回ることができるということで、チャンスがつながる。まあ当然そのもし J に、これまあ悪い方向に考えてっていうわけじゃないですけど、保険的に考えても J に上がれなかったとしても2位で終わるか3位で終わるかって全然違うんで、賞金でもそうだし、あのこれからの未来を見る上でもそうだし、選手が残ってくれるかの来る残ってくれるか残らないか、選手が来てくれるか来てくれないかにも大きな影響がありますから、まあとにかく2位に上がってその先を見ていこう、そんな状況でした。でレイラック滋賀 FC 対 FC ティアモ枚方の試合、19日の13時にキックオフされました。 FC ティアモ枚方、もちろん関西、同じ関西の相手ですけれども、もう JFL の残留が決まっていて、まあこの段階でどう出るか、もしかしたらモチベーションが落ちているのか、目的がなくなってモチベーションが落ちるのか、あるいはいろんなものが吹っ切れて素晴らしいパフォーマンスをするのか、見る限りではだいぶいい方向に出たのかなという感じの入り方をしていましたティアモ。ただそこでレイラック滋賀 FC が0失点で抑えたのは大きかった。ハーフタイムを0対0で迎えたレイラック滋賀 FC、 58分に榎本大輝選手がミドルシュートを決めて、自らゴールの方にドリブルで突き進んで本当に素晴らしいミドルシュートを叩き込みました。これで58分1対0レイラック滋賀 FC が先制果たします。そして84分でした。今度は左のコーナーキック、平尾選手が蹴ったボールが FC ティアモ枚方のゴールキーパーの上をわずかに超えるような形でファーポストにポトンと落ちてきた。ここに先日 JFL100 試合出場を達成したおめでとうございますな海口源太選手が入り込んでいて、体に当たったような形でゴールに収まって、これがレイラック滋賀 FC にとっての追加点になりました。これで2対0リードを広げてレイラック滋賀 FC が試合を終えました。そして他会場では2位のソニー仙台 FC が丸安岡崎相手にホームで1対3と敗北していました。でこの結果勝ち点3の差が詰まって同じ勝ち点
になりました。さらに得失点差でレイラック滋賀 FC がプラス10、ソニー仙台がプラス8となりまして、順位が入れ替わりました。レイラック滋賀 FC 2位浮上です。おめでとうございます。まあ、ソニー仙台 FC は総得点で上回っているので、得失点差が並んじゃうとソニー仙台が上なんですよ。だからレイラックとしてはこうやって得失点差で上回るということがとても大事だったんですね。ということで2位に浮上しましたレイラック滋賀 FC、 本当におめでとうございます。サポーターの皆さんありがとうございます。選手の皆さんありがとうございます、という結果でした。でですね、状況説明すると、今ホンダ FC が1位で、ホンダ FC はもう優勝を決めてます。で、2位のレイラック滋賀 FC が勝ち点43、3位に落ちたソニー仙台も勝ち点43、4位のラインメール青森が勝ち点42、そして5位のブリオベッカ浦安が勝ち点42ということで、2位から5位までが勝ち点1差に収まっている状況です。ですから最終節、来週ですけれども、この5位のブリオベッカ浦安まで2位を狙うことができます。まあ、もちろんラインメール青森もブリオベッカ浦安もソニー仙台以外は J リーグへの参入の意思がある、そして、レイラックだけがライセンスが審議中で、今の段階ではですよ、はい、またこの後ヒアリングが行われるそうなんですけども、まあそれでも2位に入らなきゃ意味がないんですけどね。でラインメール青森とブリオベッカ浦安に関しては、あ、そうか、青森も審議中なんですね。青森もライセンス審議中で、ブリオベッカはもうそもそも J3 に、あの J リーグに上がれるライセンスあるので、なので、ソニー仙台が2位に行ったら J に昇格する入れ替え戦は行われません。浦安が2位になったら入れ替え戦が行われます。で、レイラックと青森は2位になったらこの後のライセンスの審議次第ですね。ということで最終節までレイラック滋賀 FC の夢つながりました。本当に良かったです。最終節は今週末26日13時からビアティン三重とのアウェーゲームです。ビアティン三重とのアウェーゲーム、三重県なのでね、非常に近い、大津と東近江よりも近いよねっていう距離で行われるダービーマッチに近いようなねところなので、ぜひレイラック滋賀 FC のサポーターの皆さん、ホームジャックしちゃいましょう、アウェージャックしちゃいましょうよ。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということでこの勝利を味わった後の選手監督のインタビューをご紹介したいと思います。まずは菊池利美監督のインタビューからお届けをいたしましょう。レイラック滋賀 FC 菊池利美監督です。どうぞ。レイラック滋賀 FC 菊池監督にお越しいただきました。本当に素晴らしい勝利でした。感想からお願いできますか。はい、本当に今日はたくさん の, サポーターの方にお越しいただいて、最終的にこう勝利という形で終わらせたことが本当に良かったです。本当にファン、サポーターの方たちの後押しがあったからこその勝利だと思います。観客席お話しされてましたけども、今までにないぐらいのパワーをすごい感じましたけれども、見ていかがでしたか。ちょっとゲームの展開上、後ろ振り返ってスタジアムを見る余裕なかったですけど、声援の大きさに改めてたくさんの方に来てもらったなというところと、後押しするチャンスの時の声というか、大声というか、そこがこうひしひしと伝わってきて、本当に助けてもらったなというふうに思います。なかなかその点が取れない時間もありましたけれども、はい、どういうことを考えて点が入るまで過ごされてましたか。まあ、前半こ う, うまくこう流 れ, 使れ作れなかったので、後半ちょっと修正したところがうまくはまったかなというところと、やっぱり1点目はもう榎本の個人のところで見事なゴールでしたし、2点目のコーナーキックから の, 入り方なんか本当になんていうんですか、まあ、もちろん海口があそこにいたというのもありますけども、いろんな人の思いがこうあそこにこう詰まって海にが触ったのか当たったのか、そういうゴールだったんじゃないかなというふうに思います。全員のこう気持ちがこう詰まった2点目だったなと思います。これでまあ2位浮上して、そして最後の試合を迎えることになりますけども、三重戦どういうふうに挑みたいと思いますか。
そうですね、あの本当にリーグ戦の最後を締めくくるゲームですので、本当にこう最後にふさわしいあの試合をしてですね、あの、まあ、結果は結果なので、まあ、相手もある中での、まあ、プロスポーツですので、その中では本当にいいゲームをあのできればというふうに思います。ありがとうございました。最後にあのサポーターに一言だけお願いします。はい、本当にあのホームの最終戦はなんとか勝つことができました。ありがとうございました。あとはあのもう一試合、今度アウェーで、本当にリーグの最終戦がありますので、そこにですね、ぜひ足を運んでいただいて、我々を後押ししてくださり、一緒に戦っていただけたらと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。菊池監督でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。菊池俊美監督のインタビューでした。まあとにかくその周りを見る余裕がなかったというお話もされてましたけれども、それでもその中でも聞こえるぐらいの声援だったなという気がします。まあ、実はこの番組にも一回ゲストに出てくださった阿波岡里奈さんが、今回ちょっともうちょっと応援練習じっくりやろうよって言って、3曲応援歌を3曲試合前にサポーターと一緒に練習したんですよ。で、阿波岡さん にもスタンドにいる阿波岡さんにもマイクを持ってもらうという新しい最ホーム最終戦で新しい試みをするってどういうことなんだっていう皆さんからツッコミ受けそうですけど、僕がやっぱりね、レイラクに来たの初めての年なので、まあいろいろ僕が考える余裕がなかったっていうのもあって、結構後半戦にいろんなものをつぎ込んでしまったなという、これを最初からできていればなという反省もあるんですけれども、このおかげで本当に一体感のあるスタンドが作れたなという印象です。もちろんティアも枚方のサポーターも声を出して応援してくださったので、とってもいい雰囲気の中で試合ができたと思います。皆さん本当にありがとうございました。では続きまして、その FC ティアモ枚方から今シーズン途中にレイラック滋賀 FC に加入をして、この試合はゴールなかったんですけど、この試合前まで3試合連続ゴールを決めていた大垣勇気選手にインタビューをしております。ではお聞きください。古巣相手活躍でした大垣勇気選手です。ということで大垣選手にお越しいただきました。まずは本当に素晴らしい勝利、そしてフルサイトの勝利でしたけれども、感想からお願いします。いや、まあ今日は絶対負けたくないっていう気持ちと、まあ、自分が全員決めて勝ちたいっていう気持ちがめちゃくちゃ強かったので、まあ、まずは本当に勝ててよかったなっていうふうに思います。観客席を見ても本当に素晴らしい雰囲気だったと思いますけど、ピッチに入って眺めてみていかがでしたか。いや、本当に、まあ、いろんな人、まあ、チーム含め、まあ、いろんな人に見に来てもらえて、まあ、本当に素晴らしい環境で、まあ、こうやって上位争いできているっていうのが本当に素晴らしいことだなっていうふうに思いますし、まあ、選手からしてもモチベーションが上がるのでめちゃくちゃ嬉しかったですね。まさにそのモチベーションが上がる状況が2位浮上で、さらに最後の試合ということで、どういうふうに1週間過ごされますか。いや、まあやっぱり、まあ、まずは、まあ、ビアティン戦に何ですかね、まあ、重点を置いて、まあ、そこから、まあ、結果はまあどうなるか分からないですので、まあまあ、まだ自分たちも決定というわけではないので、まあ、そんなに舞い上がらず冷静に落ち着いてやったら、まあ、絶対勝てるので、まあ、そういうのは、まあ、チーム全員で多分そういう感じにはなると思うので、まあ、チーム全員で話し合って、まあ、いい準備をして、まずは目の前の試合に勝つことを意識して今週は過ごしたいなと思います。最後にたくさんのサポーター来ていただきました。メッセージ最後にお願いします。本当に、まあ、こうやって素晴らしい環境を作ってくださって本当に感謝してますし、まあ、皆さんの、まあ、大勢見に来てくださってる皆さんの、まあ、ファンサポーターの前で勝つことができて本当に良かったと思います。で、まあ、2位浮上して、まあ、J3 昇格に向けて本当に現実味が帯びてきたなというふうに思うので、まあ、これからもサポートしていただければ、あと応援とかもしていただければ僕らも嬉しいので、まあこれからも、まあ、これからもじゃないか、次の試合も応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。すいません。すいません。ありがとうございます。会議の時に大垣勇気選手のインタビューをお届けをいたしました。まあ、あの大垣選手はこの前半戦にティアモでなかなか出られなかったんですね。あのその前のシーズンはほぼほぼレギュラーで出てて、
で今年に入って前半戦で出られなかった。まあもちろんあの大垣選手本当に素晴らしい子、あの人格者なので、あのいろんな悪いことは絶対言わないですけど、でもすっごい悔しかったと思うんですよ前半戦で。しかも出ててから出られなくなったからなおさらだったと思うんですけど、こうやって同じカテゴリーのチームに来て古巣相手に勝つっていうのは本当に格別だったなと、格別だっただろうなと僕は心の中では推測します。まあティアモのサポーターの方々にはちょっと辛い試合になったかもしれないですけれども、本当に大垣選手元気にやっておりますのでありがとうございます。ティアモの、ティアモ枚方の方々にもありがとうを言いたいぐらい大垣選手活躍してくださってますということで、ここからも期待しています、大垣選手。ということで続きまして、このディフェンスで無失点活躍をしました平井俊介選手にインタビューしております。お聞きください、どうぞ。素晴らしい勝利でした。まずは感想からお願いできますか。前節沖縄でアウェーでちょっと最後に失点して引き分けてるんで、まあ 今週は絶対勝つっていう気持ち、それだけで戦いました。クリーンシートで最後まで、はい、まあ、耐えたという内容ではないんですけれども、はい、ディフェンスの雰囲気ムードとしてはどうでしたか。いや、まあ個人的には、まあ、得失点先にして結構アグレッシブに前に行って得点に絡もうと思ってやって、まあ、ゼロに抑えつつですけど、でまあ、そういう意識でやってました。セットプレーからも1点また入りましたけれども、はい、まあ、海口選手のゴールでしたけれども、はい、あれどういう状況だったか、何か見てくる。あれはもう何やっけな、まあ、いいボールが来て、うん、でキーパー越えてくれたんで、で源太君がなんか触ってって感じで俺もよく分からんすけどって感じでした。はい、取りましたから最高でしたね。はい、はい、最高でした。でも最高といえばスタンドも本当に素晴らしい雰囲気でしたけども、はい、ご覧になってどうでしたか。いや本当になんか JFL で2000人超える観客の中できるっていうのは本当にありがたいと思うんで、なんかいい雰囲気で やれたと思います。で残り1試合 JA への昇格権を残したまま来ましたけれども、最後の三重戦に向けて意気込みお願いします。はい、まあ、とりあえず僕ら勝つしかないんで、もうその気持ちだけ持っていい準備して次の試合に臨みたいと思います。ありがとうございました。平井選手お疲れ様でした。ありがとうございました。平井俊介選手のインタビューです。まあ平井選手はこうディフェンスだけではなくて前への持ち上がり、そしてあの大きなストライドを生かしたスピード、迫力あるディフェンス、カバーリング、そして高さね、素晴らしいですね。そりゃね、広告高校からマリノス行きますよ、あの才能が。しかもちゃんとその才能を生かしてすごいですね。はい、平井選手ありがとうございました。もちろん次の試合も期待しております。さあ続きましてというか、次の試合という話があったんですけれども、次の試合ご紹介を改めてしておきますと、来週はJFL 最終節です。日程は11月の26日午後1時キックオフです。会場はラピスタというその略称で言われてるんですけども、まあ、いわゆる桐蔭スタジアム、桐蔭町のスポーツ公園陸上競技場だったかな。前は桐蔭朝日ガスエナジーっていう名前だったんですけど、そういうところにあります。でこの桐蔭町というのは三重県の、かなり北側にありまして、あの三重の中心って津ですけれど、津って鈴鹿よりも南なんですよね。松坂市と鈴鹿の間にあるのが津なんですけれども、でも津よりも鈴鹿よりも四日市よりも北にあるんです桐蔭って。だから滋賀県からはもう山越えて県境越えてすぐなんですね。で京都からでも高速で行ったら僕が住んでる福井県に来るよりも全然近いはずですね。大阪からもそんなに遠くはないと。
ということで、ぜひこのラピスタにもレイラック滋賀 FC を応援してくださる皆さん、そして関西でサッカーをご覧になっている皆さんも、ぜひレイラック滋賀 FC がもしかしたら J リーグに上がる権利の一つを獲得できる、達成できるかもしれない歴史的な試合ですから、ぜひあのホームジャックというか、あの三重さんには申し訳ないですけれども、ホームジャックしてほしいなという気がします。もちろん僕も取材人として行かせていただきますので、ぜひとも来週26日、今週末ですね、26日13時はラピスタに集合、あつまれお願いいたします。ということで、関西ピックアップ関西サッカーでした。最近このエンディングテーマをほとんど使わないままエンディングに行ってたなという気がしますけど、今日はちょっと早めにエンディングに入らせていただきます。まあ、今週末で JFL が終了するということで、まあシーズン終わるのは早いなという気がするんですけれども、一つ皆さんにちょっとお知らせがありまして、延長戦ポッドキャストで延長戦というのを私やってきましたけれども、あれを、まあ、来週をもって終了させたいと思ってます。延長戦をね、ポッドキャストは残しますけど、ポッドキャストはこのラジオのアーカイブという形で残すことにします。これなんでかっていうと、実はほとんど聞かれてないんですよ。実は聞いてくださってる、楽しみにされてる方もたくさんいるんですけど、あんなに聞かれてないとちょっともったいなさすぎるので、でこのポッドキャストのために取材する方にもやっぱりちょっと申し訳ないので、このポッドキャストに今まで上げていたようなものは動画にできるだけ、このまあコリーという YouTube で動画、このフットボールラウンジで扱ったコンテンツを動画にさせていただいてるんですけれども、僕が編集してそっちの方で見てもらった方がまあいいんじゃないかと。でやってみて思うのは、ポッドキャストってすげえ難しい。本田圭佑さんとか一時期、ここからは音声コンテンツだっておっしゃってたの覚えてます。多分4年くらい前だと思うんですけど、音声コンテンツが来るぞと。隙間時間なんか西野さんとかね、あの元キングコングじゃないや、もうまだキングコングやってるよあの西野さんとかが言ってましたけど、あれはないなって思いましたね、やってみて。これなんでかっていうと、動画コンテンツは YouTube とかのプラットフォームにボンと入って、おすすめとか横の広がりがあるじゃないですか。同じジャンルで横にポン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 と広がっていく。じゃあこの配信者がいたらこの配信者の方に行くよねみたいな、勝手に流れたりもするし、おすすめのところにポーンと出たりもするじゃないですか。じゃあ音声コンテンツって、音声その僕のポッドキャストをざーっと聞いて終わった時に、他のおすすめとか見ます？多分見ないと思うんですよね。だって耳で聞いてるんだから、耳で出すわけにいかないじゃないですか。これがおすすめですよって音声で出すわけにいかないから、だいたいね横に広がっていかないんですよね、ポッドキャストって。だから広がらない、だから有名でものすごい最初からファンがついてる人か、これ聞いたら儲かるよっていうラジオか、どっちかしかうまくいかない。これはああなるほどなってやってて思ったんです。でこれだと僕だと難しいし、もう取材した相手に申し訳ないから、誰も聞いてくれないと。なのでできるだけ YouTube の方で出すようにします。ノーカットでね。まあ YouTube は別にあの長ければ長いでね、あの飛ばして見ることもできますから、そういう点で多分 YouTube でできるだけかっこいい動画にして音声ももっと聞き取りやすくしたら
別に字幕つけなくてもいいわけだしっていうことを考えながら、ちょっとシーズンも終わりますし、僕の活動のやり方もいろいろ考えてやっていきたいと思います。来週は JFL の取材ですので、そちらの方でまた音声コンテンツ、この FM おとくにの音声コンテンツとさらに動画のコンテンツと、この両方で皆さんにお楽しみいただけるように頑張ります。ということで、籠信明のふとラジだけではなく、実は FM おとくにも節目なんです。 FM おとくに12月2日をもちまして開局5周年を迎えます。開局5周年で各番組のパーソナリティの方々がこの5周年を祝うスペシャルウィーク開催をいたします。土曜日ですから11月の26日から12月の2日までスペシャルウィークということで、 FM おとくに5周年記念を祝う特別なプログラムが各番組で行われます。ぜひ普段 FM おとくにを聞いていないという方もちょっと聞いてみたら、この5周年を祝うプログラムでお好きなパーソナリティを見つけられるかもしれませんし、また違った楽しみが出るかもしれません。長いですね、5年間。僕も一番最初からやらせていただいてるんですが、最初は土曜日でやっていて、でもう5年間やってる人って誰がいるんだろう。スーミンさん、キッシーさん、バンブーショットさんくらいなのかな。本当に5年間ずっと最初からいるっていう方も本当に少なくなりましたけれども、でも本当にコミュニティラジオでここまでやらせていただいたというのはとってもすごいことだし、よく5年間続いたなというのも自分に対しても曲に対しても思うし、尊敬の限りですね。ということで、来週は FM おとくに開局5周年、そしてこのフットボールラウンジも開始から5周年迎えます。ぜひぜひ来週もお聞きください。 FM おとくに86にフットボールラウンジ、そろそろお別れの時間です。また来週もよろしくお願いいたします。バイバーイ。